え、もしかして顔は悪いけどいい人？え、俺スリスリされたの？スリ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 って。見たところ一人前の証を持ってるようだが、ずいぶん間抜けな一人前もいたもんだね。え、でも賢者マリーンってさ、こういうモンスターいた気がするんだけど。いいやつだった。いいやつだった。あれ？何これ、幽体離脱。おかえり。え、帰ってきたよ。ちょ、俺死んでない？俺大丈夫？悪かった。ちょこんって座るな。そりゃびっくりするわ。左足大丈夫？おじいちゃんの喉をやっちゃった。まずい、大事故よ。おじいちゃん喉詰まらしたら大事故よ。それ結構あるからね。大丈夫、一回落ちて背中さすろうか。あ、よしよし。あ、俺の背中。俺も久しぶりのドラクエで取り乱してるよ。早速、はじゃぶね使いの末裔を訪ね、お主と少年の約束通り。多分ね、このドラゴンクエスト10オフラインの第1章を2つに分けるとしたら、こっからが2個目のスタートなんじゃないかな。俺全然ゲームやったことないから知らんけどね。今適当に言ってるよ。まあ知らんけどってつけとけばなんとかなるから。フルッカという魔法使い。フルッカちゃんいたね。なんかあれでしょ、シュレックじゃねえよって言いそうな人やんな。え、仲間はどうなった？ヒューザに相手、ダストンは、フーラは、駅弁持つな。駅弁それ蓋開いてないか。大丈夫、蓋開いてる説あるぞ。それではフルッカの家でまた会おうぞ。多分ね、そのフルッカの家に俺の仲間がいる。ああ、ああ、いなかったけど再会できた。よかった。あれ？誰？ここはフルカおばちゃん。あ、もうなんかもうはしゃぶれついでそうな感じしてる。あー、もう服が全然違うやん前回と。どうしたんそれ？ハロウィンやろ。放り出して本ばかり読んで。あ、だいぶついでるねこれ。だいぶついちゃってるね。次次。逆に次次じゃない。まさか。あんな手たらくやったおばあちゃんが。失礼ですが、あなたは。いいえ。なんで？やばい、個人情報ダダ漏れだ。個人情報ダダ漏れだ。だがそれでいい。ついにハジャブネ氏の悲願が果たされる時が来た。え、もしかして俺の名前を受け継いでくれたのかな。またエルジュ様の話。いい声、すごい。フィフィはすごいいい話、いい声。フィフィって呼んでいい？おとぎ話のように聞かせてたけどね、あれは本当にあった話。みんなにも言ったことなかったけど、桃太郎たら本当にあった話やねんで。私たちが待ち望んでいた人。どうも、シシです。シシと呼べ。俺はフィフィと呼ぶ。呼び合おう。わからんよな、こんなちっちゃい子にそんなこと言ったって。グサッて刺されたらどうしよう。危ね。私の目、フィフィ。次の継承者にと考えておりますの。あ、名誉継承者にするんだ。息子、子供はいないのかな。ハジャブネ氏の中でもズバ抜けているんですが。あ、もう一波乱ある？もしかして。もう一波乱あんのか？なんでですかね。やる気が全然なくて、なんすぐ無駄だって。多分ジョジョ3部読んだんじゃない？ジョジョ3部読んでラスボスにハマっちゃったんじゃない？無駄無駄って。あなたのことを語り継ぎ、悠久の時の中でその到着を心待ちにしていました。マジで感謝それは。そう。ずっとお待ちしておりました。じゃあハジャブネやってもらってオッケー。私はこれより冥王の心臓のあるランドン山脈山頂へ向かい、あなた様の到着を待っております。大丈夫、一人で大丈夫、やられない。どうしよう、無残な姿に見つかったら。ででん、顔の大きさでかない。これはさ、ハジャブネを呼ぶ準備は整っております。このまま冥王の心臓にお送りして、本当に、もういいの俺。え、ラスボスじゃないの？あれ？はい、おっしゃったけど、流れに、俺ジャパニーズだから、流れに身を乗せて、はいって言っちゃったけど、いいのこれ。え、まだ4人しかいないんだけど、仲間。そんな顔してたみたいな。参りましょう。あの、緑の怪物みたいですね。あ、シュレックじゃねえよ。言ってくれ。あ、インナー着込んでる。よかった。あの、ユニクロとかで売ってるインナー着込んでるわ。いい声だ。これがね、はしゃぶね。ん？そうそう、これがはしゃぶね。これの力なんで。何これ、あの股間についてるやつやん。弱そう。フルッカさんのはしゃぶね、弱そう。いかがです？うん、7点。なかなかモダンな趣でございます。モダンではある。脳みそ出てないねえ、アヒル。アヒル脳みそむき出しなんやか。と不安げなご様子ですこと。だいぶ不安ではある。
でもこのスワンちゃんが最高のはじゃ舟だとすぐにお分かりに。やべえ、フルカやばい。ああ、フルカさん、フルカさん、姉さん、はしゃぶね消えたんやが。あ、絶望してる、絶望してるわ、この世界に。そんな気づいてたんだ、自分が実力がないって。ハンハンって言った今。無駄無駄無駄なんだよな、無駄無駄。おとぎ話はおとぎ話、おとぎ話は現実でない。え、君いくつ、精神年齢高すぎん、何を見てきた。どうしたん、ほんま何があったらそうな。フィフィは、フィフィは何があったん。なんだとこの、ヒューザやめとけ、ガキやぞ相手。あ、いや、かわいい。あー、ダメ、止めた。ヒューザさん、かわいい。もうフーラが一番かわいいよ、この世界で。絡むな、ヒューザは。そういえば、その本お気に入りなの。ねえ、こんなちっちゃい女の子にキー聞かせんのやめ、キー読ませんのやめ。昔の勇者の話、おとぎ話よ。そう、作り話。本当におとぎ話なんかな、その話が。ダストン盾出すぞ。スリーポイントシュート決めてさ。ところでお主、まだキーエンブレムを全部集めておらぬな。まだ集まってないの。あれ、フィーフィのことは一旦わしらに任せ。わしらってどこまで。仲間は俺の、俺と来るような。来たるべき決戦に備え、さらに力を。ああ、あ、なるほどね。あ、これで仲間集めに行くんだ。まだね、仲間が増えるんですよ多分。私たちこれから五大陸の町全部のキーエンブレムを集めて。え、そうなの。ま、は、一つだけでももらうのが大変なの。まあもう5個ぐらい持ってるけどね、ポロリ。うん、だけどさ、私たちはそれをできるって信じてる。それを見せてあげる、見せてあげる、僕の。無理に決まってる。やんなきゃわっかない。無理っぽいよね。だからさ、できたら、できるのを見てて。まずい、フーラがいい子すぎる。できないのを見ててあげるわ。できちゃう、うん、うん、見ててくれよフィフィ、俺とフーラ頑張っから。さあ行くぞ、次のキーエンブレムによ。ここになんかあんじゃねえかなと踏んでる。なぜなら、オーガの仲間がもう一人仲間になるはずなんですよ。そいつは多分この大陸にいると思ってて、で、このでっかい城、あるよね？ここなんじゃない？ここじゃない？ここだと踏んでる。ほら、もう見ろよ、さっきまで夜だったのに晴れてきたぜ。ごめんよ。なんだおめえ、おい、これ、おい。名前なんだお前、おい。んだー、でっかいの来た。なにこれ、でっか！おー、賢者マリーン。あんたがマリン様、何やろスパッツジジイは。邪魔だよ。カオコはもうどう見ても悪なんよな。あ、え、殺された。あの距離から落下して生きてる者はいないはずだ。どう見ても悪もんよな。ほら、あれ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 。もしかして気づいてないのかい。え、もしかして顔は悪いけどいい人。さっきの男はスリさ。あんたスリに会った。え、俺スリスリされたの。スリ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 って。見たところ一人前の証を持ってるようだが、ずいぶん間抜けな一人前もいたもんだね。え、でも賢者マリーンってさ、こういうモンスターいた気がするんだけど。いいやつだった、いいやつだった。あれ、あれ、君モンストじゃねえの。モンスト全財産が入ってるんだろう。いい人じゃん。あれ、いい人じゃん。やめてよ、いい人なの。え？あれ？悪い人じゃないのかな？よく来てくれたアロルド。アロルド。急な呼び出しにもかかわらず、こうして来てくれたこと、感謝する。いい人そうだね、顔怖いけど。すでに危機を呼んでいるかもしれぬが、今、我が国は厄介な問題を抱えている。おそらくギャル語が流行っちまったんだろうな。はい、グロスナーを。どんだけーとかいう言葉が流行っちまったんじゃねえか。強い者たちがいなくなる。強い者たちがいなくなる。バトルジャンキーがいる。この一月ほどの間に強い者って何が、意志が、体、ボディ、
将棋？何が強い人が消えるんだろう。メルムみたいにさ、いろんな王様、いろんな強いやつがやられてんじゃないか。将棋の強いやつとかさ、バトルの強いやつとか。顔ちっちゃいな、意外と。体から見ると。ゼラリウム姫の病状。ゼラリウム姫は病気なんだ。大丈夫だよ。ちゃんと解放に向かってる。アロルドやばくない？これ大丈夫かな？アロルド行方不明になっちゃわない？もちろんです。かわおい、声までかっこいいのかよ。足臭くあれ。シュシュは何したら OK？ じゃあ私はいつもの見回りに行くよ。もう怪しいんだけど、逆にそれ言ってるやつ逆に怪しいんだけど。失礼、アロルドが来たよ。何右の女の子。俺はアロルド。あなたの名前を聞いてもいいだろうか。吉田武史ですが。なるほど。あれ、こう右の女の子さ、仲間じゃね？何か特別な力を感じるな。わかる？俺スプーン曲げられんだ。俺は同じオーガとしてこの事件を何とか解決したい。お前も力を貸してくれないか。構わぬが。いいよ。はい。お、そうか。それは助かる。え、横の女の子仲間じゃない？お前はまだこの国に来たばかりか。はい。だったら城下町などをゆっくり。あ、実はもう結構見た。ごめん、実はもう結構見た。北のザマ20分ぐらいかけて見ちゃった。できればお前も後から来て。北のザマ崩壊。オッケーオッケーオッケー。え、ねえ、女の子、名前は？あれ、名前なんだっけ？名前聞いてなかったかもしれない俺。おい君、やっぱあれ？いないのか？俺だ、師匠だが。君やっぱ仲間だ。来てくれたんですね。はい。入れ違いにならなくてよかった。マイユじゃなかったっけ？アロルドが。アロルドがいなくなったらしい。アロルドはいなくなったらしい。あの時言って、いつ？トイレに行った時？あ、歩いてる。何してんの？あ、はさ、え？そんな？グワーされてるアロルド。あら、あ、なんか空間の歪みみたいなところに引きずり込まれてるね。アロは大丈夫？黒いモヤがアロルドを包んで、私何もできなかった。あれ、それは無理じゃない？でも手伝いに来てくださったのに。てか身長でかいんだな俺より。オーガの人って身長高いのかな、やっぱり3メートルぐらいありそう。私はクロスナー王にこのことを報告しに行かない。アロルドいなくなったよって。え、俺は？ということだ。アロルドまでが姿を消したとは。誰が悪いんだろうな。クロスナー王に申し上げます。誰だ？輸送団員のギザックが帰還いたしました。ギザック。火球の報告があると申しております。何が、あ、始まるのよ。ギザック。行方知れずの輸送団が帰ってきたのですか。いや、違う感じに見えるな。そうでしたか。よかった。偽造された王の指令書を見せて私たちを騙したあの女。誰だよおい。やつはグレン城に偽の贈り物が届けられたのを見届けてから私たちを捕らえました。ああ、女、あの女、白いベールで頭を隠した。あの女、白いベールってことは、え、どういうこと？ものです。私が捕らわれていた場所にはどこだ？俺たちが行くよ。どこそれ？クロスナー王よ、どうかお助けください。どこで閉じ込められたんですか？うん、イザックよ、よくぞ。ナイスジョブ。スピンドル兵士長を呼べ。来たぞ、おい、強いやつが来るぞ。おい、強い。あ、弱そう、弱そう。スピンドル兵士長。やめろ、その SE とそのポーズ全部混んでる。久々に私の出番が来ましたね。あとはガートラントの花、スピンドルに全てお任せを。不安しかない、不安しかない。なんか後ろのやつの方がいい鎧着てへん。てかもうすでに、そういえばギザック君、その白いベールの女とやらはどこにいるんだったかな。そうだな、それが大事だな。城の南東、ギルザット地方の。名前似てるね。廃屋の暖炉に秘密の通路があるのです。湾岸の集落への
道中にある廃屋です。そこにいるんだよな、アロルドは。やれやれ、頼りないね。マーリンはどっちなん？どっちなん？私も手伝う。はっきりして。お前ら結構お似合いやけどな。二人はお似合いなんじゃない？何の役にも立ちません。言うね。あ、ドア勝手に開いた。自動ドアなんだ一応。私も行きます。もしかしたらアロルドもそこにいるかもしれません。マイユ、俺も行くよ。マイユ、俺も連れて行ってくれ。あ、もうあなたも。そうですよね、そんな気はしたんや。はい、ありがとう。ギルザッド地方の廃屋の暖炉だったわね。では行きましょう。でもさ、アロルドがさ、マイユが俺仲間になるオーガやと思ってんねんけど、アロルドが帰ってきたらさ、二人結婚するんでしょ。俺人妻連れて歩かなきゃいけない。俺人妻連れて歩くの？やだよ、なんか。いや、変な目で見られそう。フーラーにさ、なんか嫌な顔されそう。師匠さんは人妻も一緒に連れて行くんだねって言われそう。